チャールズ・ロバート、チャーリー・ワッツは、イギリスのミュージシャン。ロックバンド、ローリング・ストーンズのドラマー。ジャズ好きでジャズアルバムも発表している。デビュー以来、今日まで、ミック・ジャガー、キース・リチャーズと共に在籍し続けている、オリジナルメンバーの一人である。ジャズに影響を受けた、独特のドラミングで、ストーンズの独自性あふれる音作りを永年にわたって、支えている。また、 同バンド以外に自らが率いるジャズバンドでも活動している。エルビス・プレスリーを嫌いだったと証言したこともある。ローリングストーン氏の選ぶ歴史上最も偉大な100人のドラマーにおいて第12位。また、l a ークリー氏の選ぶ歴史上最も偉大な100人のドラマーにおいて第3位。イギリス国鉄の貨物列車の運転手であった父、チャールズと母リリアンとの間に ロンドン北部のイズリントンに生まれ、姉のリンダと共にイズリントン及びキングスベリーにて育つ。12歳の時に、いとこが持っていたサックス奏者のアールボスティックのフラミンゴを聴いたのがきっかけで、ジャズに興味を持ち始める。初めて買ったレコードはビリー・エクスタインだった。1955年に両親からドラムセットを送られ、ジャズのレコードを収集しながら腕を磨いていく。 17歳の頃からジャズクラブに出入りするようになる。学生時代は美術、フットボール、クリケットにも才能を発揮した。1960年までハローアートスクールに在籍しており、この頃からクラブなどでプレーするようになった。その後、広告会社に就職し、グラフィックデザイナーとして勤務する一方、ローカルバンドに参加しカフェやジャズクラブなどでプレーするという日々が続いた。 このため、ストーンズのオリジナルメンバーの中では、ブライアン・ジョーンズと並んで最も長い活動歴を持つ、いくつかのバンドでプレイしていく過程で、1959年にアレクシス・コーナーとの交流が始まる。コーナーとの地域を経たチャーリーは、紹介からいくつかのバンドのドラマーとしてのキャリアが始まった。1960年頃のことである。その後1961年に、 ドラムの腕を見込まれて、コーナーが結成したバンド、ブルースインコーポレーテッドへの加入オファーを受けたが、当時のチャーリーは仕事の関係でデンマークに滞在していたため、これを断っている。しかし、翌年1962年にロンドンへ戻った際に、再びオファーを受け、これを承諾。これまで短期的なバンドでしか活動していなかったチャーリーは、このバンドから、 固定メンバーという立場で活動を行うようになる。ブライアン・ジョーンズも同バンドのライブに参加しており、ミック・ジャガーとキース・リチャーズともここでの活動で知り合っている。特に、キースとの出会いは大きく、ジャズ一辺倒だったチャーリーが、シカゴ・ブルースや R&B といった、ジャズ以外の黒人音楽を聴くようになるきっかけとなった。1963年にメンバーからの説得により、 ローリングストーンズのデビューのわずか数ヶ月前に加入。ようやくストーンズのオリジナルラインナップが揃った。チャーリーはストーンズに加入した際、数ヶ月か、もって2年かそこらで終わるだろうと思ったので、メンバーになったのだと語っている。ジョージアサザン大学で行われた講演前のワッツ1964年10月14日に、チャーリー・アン・シェパードと結婚、まだストーンズの活動が軌道に乗る。 以前のことであった。初の全米ツアーでは、妻と離れているのが寂しくて泣いたという愛妻家の一面も、持つ。1968年3月18日には、娘のセラフィーナを授かっている。60S から 70S には、サティスファクション、ジャンピン・ジャック・フラッシュ、ホンキートンク・ウィメン、ブラウン・シュガー、ダイスを転がせ、悲しみのアンジーなどの名曲でドラムスを担当した。 1980年代にはドラッグ中毒に陥り、同時期にアルコール依存症も患っている。その影響でダーティワークのレコーディング進行は困難を極め、リリース後のツアーも行われなかった。当時のエピソードの一つに、こいつが飛ぶかどうか試そうと言って、テレビをホテルの7階から放り投げたことがある。1986年よりソロワークとして、 自らのジャズバンドを率いて、精力的な活動を展開している。2000年には、ジム・ケルトナーと共同で、リスペクトするジャズドラマーへのトリビュートアルバムをリリースした。2001年秋には、チャーリー・ワッツ・アンド・ザ・テンテッドとして、来日公演を行っている。2004年6月に、高頭がんと診察され、放射線治療を行った。依頼がんは、症候状態である。女性関係や、 ドラッグなどのワイルドなパブリックイメージが強い、ストーンズの中にあって唯一初根を貫き、スーツ姿の似合う英国新自然とした風貌を持つ。しかしながら、若き日々には熱血感としてのエピソードもかなりあった。超発流世紀だった60年代末頃から70年代にかけて、あえて丸刈りにしたこともある。ステージでは、ミック・ジャガーとは対照的に感情を あまり表に出さず、涼しげな顔で、独特のドラムフレーズを叩き出す姿が、音楽雑誌のライブレポートに、毎回のように取り上げられている。かつて、レコーディングの遅れに号を煮やしたリチャーズが、24時間ぶっ通しの、スタジオ小モりを結行した際には、他のメンバーが付き合いきれず次々と帰ってしまう中、24時間後に、残っていたのはワッツのみであり、水ぶくれが潰れて、手に、 血が出ても顔色一つ変えずにドラムを叩いていたという。このためリチャーズからは絶大な信頼を得ているほか、こうした人柄から90年代以降のツアーでは、メンバー紹介の際にメンバーたちからあがめられるといった場面もある。特に2005年から行われた、ア・ビガーバンツアーでは、昇降状態だったものの、がん治療中であるにもかかわらずツアーを断行したため、観客からはとりわけ大きな歓声が上がった。 音楽プロデューサーの宇都宮一勢は、ワッツが、ストーンズの要であると評価している。前日の通り、プロミュージシャンになる以前は、グラフィックデザイナーだった経歴を持っている。現在もストーンズのステージセットのデザインを、デザイナーのマーク・フィッシャーやジャガーと共に手掛けているほか、T シャツなどグッズのデザインチェック等にも、ジャガーと共に携わっている。また、ツアーの際に、 初めて泊まるホテルの部屋の内装をスケッチするという、ロックバンドの一員として活動しているが、大変ジャズ志向が強く、ソロワークについてもすべてジャズに関するものである。今でも自分はジャズドラマーだと思っている。ジャズドラマーがたまたま世界一のロックバンドに入ってるってことだよ。ロックは子供の音楽だなどと公言してはばからない一面もある。2010年に、 オーストリアのオストライヒ氏のインタビューではビートルズのファンになったことはない。リンゴスターのファンだ。でも音楽は違う。それにエルビスは嫌いだった。指針にしようなんて思ったことはない。ビートルズ、エルビスはノー。マイルスはイエスだと語っている。89年以降ストーンズが再び勢力的にワールドツアーを行うようになると記者会見やインタビューなどでストーンズが 今後もツアーを続けるかと問われるたびに、ジャガーやリチャーズが肯定的に発言するのに対し、毎回のように今回が最後だと発言している。それでもストーンズのメンバーであることに対し、ストーンズが少なくたって生きていける。だけどそうしようとは思わないね。僕は、ただこのバンドでドラムを叩くのが好きなだけなんだという、コメントも残しており、バンドへの愛着は随所で伺える。 しかしながら21世紀に入った現在、自身が高等んであることが発覚して以降、ストーンズの新曲発表からワールドツアーといった長期的な活動については否定的なコメントをしており、家族との時間を大切にしたい、この年齢でこんな大規模なツアーを行うこと自体馬鹿げているとも語っている。こうした発言が多くなっているためか、近年は、 ストーンズを脱退するのではないのかと噂されることもある。彼のジャズフリークぶりはストーンズのサウンドにも影響を与えている。レコーディングに大物のジャズミュージシャンがたびたびゲスト参加しているが、これはチャーリーの意見によるところが大きいと言われている。姿勢の男レコーディング時にミックが最高のサックスプレイヤーは誰かと尋ねて、来たのでソニーロリンズの名前を挙げると、後日ニューヨークにて、 スタジオに入ったら中でロリンズが待っていたというブリッジズ・トゥ・バビロンにはウェイン・ショーターが参加しており直後のツアーのエドワード・ジョーンズドーム公演ではたまたまセントルイスの街にいたジョシア・レッドマンがゲスト出演しているまたストーンズのツアー中であるにもかかわらず訪れた街でジャズクラブなどに足を運んでは飛び入りでライブに出演することもある日本のジャズ雑誌も 定期購読している。日本語は返さないものの、写真を見たりすることで、誰がどれくらい人気があるか検討はつくらしく、各レコード会社が出している広告を眺めるのも楽しみにしており、来日した際にはその雑誌の広告やレビューでチェックしたアルバムのリストを見せ、これらの CD はどこで買えるのか、と逆にマスコミを質問攻めにしたこともある。趣味は園芸。 牧場も所有しており、休日には妻と乗馬を楽しむという。スイス、ヘリザーでのライブチャーリーのドラミングは特徴的である。通常のドラマーは8ビートではハイハットを連打し続けるが、彼の場合はスネアドラムのサウンドをより鮮明に浮き立たせるため、左手でスネアを叩くときはハイハットを叩かない。省エネ双方と呼ばれるこのプレイスタイルこそが、 ストーンズ独特のグルーブを生み出しているという声も数多い。本人は僕も指摘されるまで自分がそう叩いていることに気がつかなかったと語っており、自身の手癖がそのまま定着したものと思われる。左手はスティックをレギュラーグリップで握っている。ストーンズとしてデビューしてからしばらくの間は周りの勧めもあってマッチドグリップを使って叩いていたが、 どうしても馴染めず67年頃からレギュラーグリップに戻した。フィルインやシンバルの使い方にも彼の独自性を乱すことができる。デビュー当初はラディック製のドラムセットを使っていたこともあるが、1970年のツアーからグレッチ製のドラムセットを使用するようになる。1 9 7八年頃のツアーから1 9 5七年製のグレッチのドラムセットを愛用しており、 一バス一タム一フロアというシンプルな構成であるが、左側のクラッシュシンバルにチャイナシンバルを使っているのが特徴的。楽器は衣装が見えるように低くセッティングされる。スティックはビッグファース社の14.9406サイズのものを使用。チップはティアドロップ型でジャズセッションも多くこなす関係上、繊細な音を出すためにサイズは小さめである。同社より、 自身のオリジナルモデルも発売されている。キース・リチャーズは、チャーリーのドラムに全幅の信頼を寄せており、チャーリーでなければ、ローリングストーンズとは呼べないなど、賞賛のコメントを数多く語っている。チャーリーもまた、キースの音さえ気にしていれば、バンド全員の音にまで気を配る必要はない。僕は、彼のギターに従うまでだとしている。 前述の通りジャズ志向が強く、尊敬するドラマーも、トニー・ウィリアムスやバディリッチ、アート・テイラーなどをはじめとした、ジャズ畑の人物が多いが、今まで出会った中で、最高のドラマーを訪ねられた際には、ジョン・ボーナムだと即答している。2009年9月2日、現地時間の午前10時に、オーストラリアの音楽サイトアンダーカバー .com、au 内にて、 チャーリーがストーンズを脱退するという記事が掲載され話題を呼んだ。内容は関係者の話としてチャーリーはもう二度とバンドとツアーやレコーディングをしない。ストーンズは彼の代わりにキース・リチャーズのソロプロジェクトでプレイしているセッションドラマーチャーリード・ドレイトンを迎えることを考慮しているというものであった。しかしストーンズのスポークスマンフランク・アーティスは翌日に チャーリー脱退を否定する声明を発表している。これに対しアンダーカバー .com。au はサンデーヘラルド氏の報道を受け、ストーンズには否定の前歴がある。ビルワイマンが脱退した時も認めるのに18ヶ月かかった。当時バンドは活動休止期間で、ただ単に彼の脱退を否定した。しかし活動を再開した時ビルはいなかった。今回もチャーリー脱退を否定するのは間違いない。 時間は我々の味方だと強気の姿勢を示した。そもそもこの記事は時期を同じくして報道された1969年のブライアン・ジョーンズ死亡事件の再捜査の噂に端を発し、新たな模造された噂話に過ぎないとの意見もあった。一方で近年チャーリーは本当はツアーに出ることに対して気が重い。家を離れたくないが、そうなるとドラムが叩けない。 そのジレンマに揺れていると常に語っており、アビガーバンのツアージも、キース・リチャーズの説得で、ようやく参加することに応じた、という経緯がある。それだけに、ネット上でもかなり信憑性のある情報として、ツイッター、2010年2月には、オーストリアのオストライヒ氏のインタビューで、正直言って、アシストーンズが終わりを迎えたとしても僕は、全然構わないというコメントも残している。 2010年5月にもサンデー・ヘラルド氏がチャーリー脱退を報じている。同氏は関係者の話として、チャーリーはこれ以上ストーンズのツアーに参加する気はなく、代わりに、キース・リチャーズのバックバンドのドラマー、スティーブ・ジョーダンが後釜として加入するらしいと掲載した。しかしながら、ザ・ガーディアンが見によると、翌朝カーティスはこれを否定する声明を発表したと言う。チャーリーは、アルバム、 メインストリートのならずものリマスター版のリリースや映画、ストーンズ・イン・エグザイルの DVD 発売というバンドの最新プロジェクトをプロモートするため、インタビューを受けている最中であり、バンドメイトと共に、アルバムの UK チャート1位獲得を祝っているところだ、という。一説では、彼はストーンズを完全に脱退したわけではなく、レコーディングには参加するものの、ツアーに出るつもりはないとの話もある。 このことについて、チャーリー本人は2010年9月、フランスのレパリージャン氏に、我々はそれについて話し合っているところだ。何かしらの動きは来年か、再来年になるだろう。みんな先の未来のことはあまり見通せない年齢になったからと語っている。2012年から2013年にかけ、チャーリーは再び、ストーンズとして、ステージに立ち、イギリスとアメリカで、結成50年を祝って、 コンサートを行った。2013年の夏には、世界的な人気フェスとして有名である、グラストンベリーフェスティバルに3日間、44年ぶりとなるロンドンのハイドパークで、それぞれ公演を行った。チャーリーは初めこれらのライブに乗り気ではなかったが、終了後は、泥だらけのグラストンベリーで夜プレイするなんて考え、反対だったけど、あれはやるべきだった。7月の週末、 UK で3回やったけど、天気も観客も素晴らしくて、両方とも楽しかった。つべこべ言うなってこと、学ばないとな。僕のいつものパターンだよと語った。2014年現在、世界ツアー中である、http u l t i ウル t メ c l o c k c o m 10ッ h i n g ューシングスユーディデントノーアバウトチャー。 http://www.rolingstone.com スラッシュ。アレクシスコーナーファーザーオブアスオール。総特集ローリングストーンズ川で処防新社、川で夢むく。2002年11月26日。117ページ。ISBN 978から4から309976396。ありがとうございます。